マミモメもセイカです。イーススルセタの樹海をやってるところです。カーナを交えて今からセルレイに行くところなんですけれども、ダイアリー的には資源の地を目指しデュレン、カーナと再び樹海へ出発する。まずはセルレイによりオズマに会って地下遺跡について心当たりがないか聞いてみようっていうところからですね。おお、アドルじゃないか。よく来てくれたな。お前さんたちのおかげであれ以来毒は流れてこないよ。ただ犯人のガティスってやつはまだ見つかってないけどな。じゃあ捕まってないけどな。あいつはなかなか一筋縄じゃいかないだろうな。最近お前たち以外にも集落に出入りするやつが増えたよ。以前にも来たレオってやつが今ちょうど集落に来ているはずだ。早いね。タイガを渡りたいってザナをこねていたみたいだけど、まあせっかく来たんだからぜひオズマにも会って行ってくれ。アドル、まずはオズマの家へ行ってみるとすっか。ついでにカーナを紹介してやろうぜ。へえ、ここがそのオズマっていう人の家？ああ、若いがこの集落のまとめ役だ。えらく真面目なやつでな。アドルたちが？久しぶり。よく来てくれたな。今じゃない、実はちょうど相談したいと思っていたことがあってな。奇遇だね。アドルもか？ならば奥へ上がるがいい。ちょっと真面目な顔になったね。それでは資源の地へ渡る道が分かったというのか？記憶を失う前のアドルはどうも大河の向こうに渡っているようだ。ま、行ってみないことにははっきりとしたことは言えないが、まずは入り口になっている遺跡を探さなくっちゃな。どうした？いや、いや、すまない。アドル、あれ以来ずっと考え続けてきたことがある。僕は一族が守ってきた聖獣の謎を教えてもらうことができなかった。お前さんの一族がスパーダを聖獣として扱う理由ってやつか？ああ。だが、だからといってこのまま何も知らないまま暮らしていて本当にいいのだろうか。両親が死んでしまった以上もう謎を知る術などないかもしれない。それでも僕は知りたい。一族が、母さんと父さんが守ってきたものが何だったのかを。オズマ、聖獣たちは大河の向こう資源の地からやってきたという。もちろんそこへ行けば謎が解けるなんて保証はないだろう。これは僕のわがままだ。それでも僕は資源の地へ行きたい。失われた謎の答えを自分で探し出そうってわけか。ねえ、私事情わからないけどあなたの気持ちはよくわかる。このままここにいたら絶対に後悔するってことでしょ。大切なのは自分がどうしたいか、それと行動することだと思う。そうでしょ、アドル。あ、一緒に行こう。僕はずるいな。君にそう言ってもらえるのを心のどこかで期待していたようだ。だがありがとう。これ以上ないくらい頑張って、それでもダメだったら仕方ないわ。仮にそうだとしてもその時に得られるものがきっとあるし、別の形で納得できるかもしれない。オズマさん、よろしくね。あ、こちらこそよろしく頼む。そうだよね、ここでくすぶって後悔するよりは行動した方がいいよね。こうしてオズマは自らの旅立ちを集落の住人たちに説明した。住民たちは最初こそ戸惑ったが、オズマに頼りすぎていることを認め、心よく送り出してくれることになった。これで準備は整ったな。生まれてきて以来離れたことのない集落を留守にするのは不思議な気分だ。あー、すごくよくわかる。不安とドキドキ感が入り混じった気持ちっていうか。オズマの場合はもう少し責任感が含まれてると思うぜ。そういうこと言わんの、デュレン。どういう意味よ、まったく。それはそうと、スパーダたちはどうするんだ？基本的な世話だけならばある程度任せられる人間がいる。おお。本来ならばそれも掟で禁止されているのだが。ああ、もうそれくらい許してもらおうよ。ああ、
例の地下遺跡は集落を出て大河沿いに北へ行ったところだ。それと思わしき場所を地図に書き込んでおいたから参考にするといいだろう。ありがとう。よし、アドリオ、そんじゃま出発するとしようぜ。ついに3人パーティー、行動できるのは3人で4人いるから入れ替えができるよっていう話をしてるんだね。で、メンバー入れてるメンバーによって下パーティーアビリティっていうのが変わって、カーナ、アドル、デュレンだとレアアイテム出現率アップなんだね。ちなみにオズマとデュレンを変えるとヨダメアップ。へえ、ヨダメアップ、なるほどね。で、オズマのトコトンを取りたいので一旦デュランに抜けてもらって、あ、そっか、これだとあれなんだ、あの武器の属性が偏るからどっちかっつうとこの方がいいのか。なるほどね。あ、セサリーさんが、あ、オズマ、セサリー本当にすまない、留守にする間スパーダの世話を押し付けることになってしまって。ううん、気にしないでオズマ、私はむしろ聖獣をお世話できる大役をもらって光栄に思っているくらいだから、それよりもどうかくれぐれ無事でいてね。あなたはみんなのことをじゃないみんなあなたのことを心配してるから。そうだな、決して無茶はしないと約束するよ。ありがとうセサリー、恩に着る。どういう関係なんですか。帰ってきた頃には大きくなってないかな、成長が早いっていう話でしたからね。任せてくれ。はい、オズマで操作していきましょう。よいしょ。男たちは今日も寮、日々の糧を得るために、女たちはそれを待つ子を育みながら人間の営みですか。それにしてもこの子ったら本当にだらしないお腹をしているわね。だけどぷよぷよして気持ちがいいわ。あれ、お腹が膨れてるんじゃなくて息出し入れしてるんだよね。俺たちは何もかもオズマに押し付けすぎていたのかもしれんな。先代なき後は特にその苦労は尋常ではなかっただろう。オズマ、お前を資源の地へ駆り立てる思いは決してわがままなどではない。だから後ろめたい気持ちを感じることはないからな。この際胸を張って言ってこい。シーラスさん、どうもありがとうございます。よかったね、すごい背中押してもらった、いい言葉だ。こっちが幽閉されていた倉庫なんだけれども、特に何もないと、何もないと分かっていても言ってしまうのが私なのである。ん？帰るで。カモカモカモの親子ってすっげー仲良しだよな。クエックエクエックエ、はい、レナル、私の可愛いレナル、ああもう早く来て、私にいじられなさいよオズマがいなくなるのは不安だが、それが本人の意思というなら尊重しないわけにもいかない。オズマが帰ってくるまでセルレイを守ること、それが僕たちの務めというわけだ。理解のある人たちだね。そしてワキワキタイムが来ました。くすぐってもらいましょう。うん、ワキ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 、ありがとう。弱点だらけだった、また今度ね。あなたたちどうかオズマのことをよろしく頼んだよ。すでに長寿だろうがオズマは勇士は、オズマほどの勇士はそういない。力を合わせればきっとどんな困難だって乗り越えられるはずさ。あ、掲示板ありますね。先にちょっと依頼前のボイスじゃない、テキスト集めたい。ん？シリウのやつが仕事場を貸してくれっつんでな、今は交代中ってわけだ。それにしてもあいつまたおかしなもん作るんじゃねえだろうな。流し見した感じだと依頼っぽいよね。鉄は熱いうちに打て、へ、格言だぜ。多分シリュウちゃんが依頼主のような予感がする。ピッカードってどれも同じに見えて結構個性があるのよね。
男の子たちにも色恋沙汰とかってあるのかしらね。どうかね。あれ、家族さんどこへ行ったんだろう。また樹海に出かけたのかな。家族さんは資源の地で見かける予感がしますね。さて、じゃあ北の方のお家に行きましょう。変な頭の人が突然来て随分騒がしかったのでしゅ。いい迷惑なのでしゅ。子供に言われちゃった。オズマが出ていくなんて考えられないことだけど、それじゃあいけないのよね。まとめ役が不在でもこの集落の結束と秩序を守る。これから頑張っていかなくちゃね。うん、よいしょ。セサリーなら早速スパーダ小屋に出向いてるわ。あの子は昔から働き者だから任せて、心配ないはずよ。お世話になっております。じゃあ、この人忘れがちだな。どうしたの。さっきレオってやつが来て無理やり聖獣に乗って出て行ったんだ。ずいぶん対岸に近づいてるけど大丈夫かな。いいの、オズマ。いいの。3人も乗ってる。重くない？大丈夫。えい、なぜ向こう岸に向かおうとせんのだ。ひょっとしたら3人も乗ってるのが重いんじゃないんですかね。よし、パンサー、お前、降りろ。そんなひどい。早くせんかい。つべこべ言わないで降りるんだよ。わあ、団長、ちょっと静かにしないと怒ってますよ。ああ。すごいな。愛されてるな。すごいちゃんとエフェクトあるじゃん。エフェクトっていうか何、モーション。だから言ったんですがね。村長兄貴、このままじゃ流されちゃうよ。己総員バタ足。お助けなかなか聞かないよね、総員バタ足。あらら、もしかしてあいつらも資源の地を目指してんのかね。聖獣では無理だと言ったのだが、なかなか話を聞かない連中でな。流されちゃったけど大丈夫なの。しぶとい連中だからきっと大丈夫だろう。この先何があるんだろう。案の定流されていったな。まあこれもスパーダに勝手に乗り込んだ罰だ。深く考えないようにしよう。私なんかこれ一周目見てないような気がするな。まあいいものが見れたのかどうか分かりませんけど、面白かったですね。ということで掲示板を見ます。スーパーな武器のテスト。じゃあ詳しい話をシリュウちゃんから聞きますか。なんか交代してまで作ろうとしてるんですね。話は聞かせてもらった。よう、オズマに赤毛の旦那たち、何か俺に用事か。あ、掲示板の依頼のことでね。おう、オズマたちが引き受けてくれんのか。だとしたら大歓迎だぜ。アドル、頼まれてくれるか。依頼を受けます。そうか、助かるぜ。で、一体どんな依頼なんだ。何やら武器のテストをしてほしいとか書いてあった気がするが。ああ、ただの武器のじゃなくてスーパーな武器な。ぐれぐれもそこを履き違えないでくらいくれよ。そうか。まあそれはそれとして、頼みたいのは他でもない。見ての通り俺はここで鍛冶屋の修行していてね。そんでこの度これまでにない新しいタイプの武器を作ってみたんだ。うん、それでその武器と試してほしいというわけか。あ、そういうことだ。それともう一つ、実はこの武器最終形まで持っていくためには少しだけ調整が必要でな。そのためにも必要なのが実戦でのテストなんだ。はっきり言って性能は心もとないから、その辺は勘弁な。なるほど、何気に骨が折れそうな依頼だな。で、肝心の武器だが、剣と剣具どちらをテストしてみたい。どちらを、両方試さなくていいのか。ああ、こういうのは一刀入魂っつってな、完成まで持っていくのは一つだけって決めてんだ。で、スーパーな剣とウルトラな剣具、
どちらを試したい？スーパーにウルトラね。ま、俺は別に何だっていい。アドル、洗濯はお前さんに任せたぜ。これなんかね、セルセタの樹海のトロフィーコンプって確実に2周しなきゃいけないタイプなんだよね。多分アイテムが埋まらないからこれどっちかって言われなんかな。ちなみに覚えてないな。でも初見だったら剣選びそうな感じあるよね。で1周目ねライブ配信でやったんだよね。ちょっと見てくるか。自分のアーカイブを確認してきました。案の定剣を選んでいたので剣具にします。ならこいつだな。ウルトラ猛毒ナックル。おお、見た目はかっこいい。見た目も名前もかっこいいだろ。いやあんた分かってるな。そうだ、せっかくだからこれも持っていきなよ気分良くなっちゃってんじゃんで肝心の実践テストだが、今渡した武器を装備してランゴアって獣を5体倒してきてくれ。どのあたりにいるか忘れたが、とにかく目的の獣を目的の数だけ倒してきてくれればそれでいい。そんじゃまあ武運を祈ってるぜ。さっき倒した武器を装備してランゴアって獣を5体倒してきてくれ。それじゃあ頼んだぜ。あ、これだ。フレームソードに変わった。あ、若き鍛冶屋が鍛えた切りつけた敵を燃え上がらせる武器、これに変わってたっぽいね。だから、あ、ここだね。ここが埋まってないから今からここが埋まるんだっていう感じですかね。だからこのゲーム2周いるんだ。はい、ということで、どれ、ウルトラ猛毒ナックルを装備する。どうやらね、この猛毒なんとかナックルはつけてる、装備してる最中毒になるっぽいね。で敵を毒にすると思いきや、毒のつける場所がおかしいのか自分が毒ってしまうという欠陥品なんですが、まあ、この辺りの使用感も含めて、まあ、テストっていうことですからね。ランゴアっちゅうのはイノシシみたいだけど、なんかどっかで見なかったっけ。うん、なんかないな。試作武器を装備した状態でランゴアを5体倒した。満身創痍ですが、クエスト何て書いてあるんだろう。これ特に文句は書いてないですね倒してきたよ。リュレンが辛そうだったよ。どうやら無事ランゴアを倒したみたいだな。どうだ、俺の作った武器は最高だっただろう。ベリーナイス。この野郎、一言だと思ってなんか悪い話だ。今のめっちゃ好きだなめっちゃツボだった。そんじゃすぐに改良してみせっから、ちょっと待っててくれるかごめんってデュレンよし完成だ。名付けてスーパーウルトラミラクルファイティング。やいシリュ、てめえのくだらねえセンスで客を困らせてんじゃねえ。名前はベノムラックル、その辺にしとけ。ああ、これだから親方は今時そんな単純な。ベノムラックルを受け取ったちょ、なんで勝手に決まってんだよ。認めね、俺はこんなの認めねえからな。切ねえ。まずまずだな。まずまずでした。スーパーの武器テストありがとう。ああ、もうどいつもこいつも分かってねえな。今回のおとぼけアルドル君は分かってる風なキャラですけど、これで、あ、埋まりましたね。ここが埋まったと話でした毒の爪の仕掛けが未熟いや、さっきのめっちゃ好きだったな。最強装備、最高、一番最後の多分最強装備だと思うんだけど、2周で全部作れるの知らんけど。あとアクセサリーって地味に埋まってないんだよね。あ、そっか、これ 1234 ってやつか。あー、なるほど。あとこの辺りもね、ちょっと気にして埋めていかないとね。
マールの花飾り。へえ。マールっていうと、いいスイッチか2でありましたね、回復アイテムね。よし、それじゃあセルレイ出発しまして、まさかオズマがアトルたちについていくことになるなんてな。だがまあお前たちなら安心だ、俺たちのオズマを頼んだぜ。ということで、北の遺跡に向かってレッツゴーですね。こっち方面かな。この辺りがアドルの手帳にあった地下遺跡の入り口になるはずだが。ねえ、アドルは最近ここに来たはずなんだよね。なんかおかしいとこある？お腹でも減った？でも大丈夫、これくらいならまだ我慢できるから。空いてるんだなんか可愛いな。それより、やっぱり気のせいかな。どうしたの？よし、入り口らしきものがないかこの辺りを探してみようぜ。なんか封印、あ気づいてしまったけど、私特に何もなさそう。ここになんか見えますけど、これはどうやら何かの仕掛けのようだが、むやみに触れていいものかどうか。ちょっと待てよ、この仕掛けどこかで見たぜ。手帳で見た。そうだ、アドルの手帳だ。あの手帳ってどこで見れるの？確かこの仕掛けに似た図が書いてあったと思うんだが。アドルは自分の手帳を取り出した。これなんかイースの本みたいだよね。どれどれ。あった、そのページだな。仕掛けという仕掛けと同じように並んだひし形が塗り分けられているな。よっしゃアドルよ、じっくり考えてみるとしようぜ。地下遺跡のパズルについて。ひし形の、なんでここのひし形はひらがななの？のくぼみを選択して丸を押すと、選択した場所と上下左右のくぼみに光が灯ります。あー、そういうこと。つまりあのこれあれでしょ、こことこことこことここを光らせなきゃいけないんでしょ。だからこうしてこうしてこうしてこう。天才開いたわ。なるほど、こんな仕掛けだったとは。今まで見つからなかったわけだ。なんと思わなかったんかね。光るってどういうこと。よしアドルよ、早速入ってみるとしようぜ。ほい、レッツゴー。古の地下遺跡、こちら攻略していきます。かっ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 、ううえ、あ、え上がなんかありそう。まあ、宝、あ、う、あ、え、すご、え、あ、なんか女神像みたいなのあるよ。へえ、なんかワクワクするね、これぞ冒険の醍醐味。ああやってさ、あの全体も見せれる位置を作っ、あ、オズマでとことんありがとうございます。よし、それじゃあ行きましょう。なんかライオン、獅子の紋章みたいなのもあるね。アドル、この像はもしかして初めて見るかも。あらら、本当に言ってんのか、本気で言ってんのか。キャスナーの行動でお前さんが声を聞いた像と同じじゃないか。ああ、はいはい、そういう意味ね。似たような像をコモドの近くでも見たことがあるわ。昔この辺りは王国と呼ばれる巨大な集落があったらしいが。ああそうだったね。王国か。アドルよ、確かレムノスにもそんな話を聞いたって言ってたな。言ってた、800年ほど前ね。くぅ、失敗すればよかったかなそうよ、800年ほどの前の話。レムノスの死は題材、死の題材として昔の王国のことを調べていたみたい。私や父さんがうるさいからこっそりとやってたみたいだけど。ここは時間に沈んだ失われし王国の遺構ってわけか。これから向かう資源の地とも関係があるのかもしれんな。ああ、さて、先へ進むとしようぜ。羽の生えた象が静かに佇んでいる。さあ、鬼が出るか、蛇が出るか。
おおおお、ちっちゃい。ということでですね、ほどほどにカットしながらダンジョン攻略していきます。カット。精霊の衣を手に入れました。よし、じゃあ採用に来ました。レッツゴー。広いですね。何が出るかな。機械系、ケンタウロスみたいな。エルバーロー。どっから来たの。イニシエのっていう感じあるね。ではアルル君に、あ、待てよ、俺の番だな。今までの経験からしてダウンした時にエクストラやった方がいい。どうした、そこはやってきな。死をやって、ねえ、この攻撃的さ、なぎさにいなかった。このさ、回避とか攻撃とかちゃんと指示してあげなきゃいけないねっていう感じよね。いやー、カーナありがとう。よし、どうしようかな。今回のパートはここまでにするか。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。